こんにちは。舞姫大学の特別講義でございます。4月1日のことをね、4月バカ、エイプリルフーと呼ぶのは皆さんもご存知だと思いますけども、そもそもなんでね、4月1日がエイプリルフーと呼ばれるようになったんでしょうかね。これはですね、実は16世紀にフランスの暦が変更になったところに端を発するんですよね。で、もともと16世紀まで、フランスでは3月25日を 新年としてて4月1 1日までで週間ほどこのの新年のお祝いをししきたんですよしかし1582年にシャルル9世がですねグレゴリオ暦っていうのを導入して1月1日に新年っていうものをぐっとね引き上げたんですよ、まあ、これに反発した方々がねあの4月1日を嘘の新年というふうにしてバカ騒ぎをしたのが始まりとされています。 でですの4月1日に今日が明けましておめでとうだよっていう風にまにもしその時代とはねもう全然こう違った背景があるんでしょうけどもねまあでも4月1日を新年だという人は嘘つきだとかねでもそれは勘違いしてもしょうがないよねっていうことで嘘を許されたみたいなところからだんだんあらゆる嘘をついてもしょうがないんじゃないのっていうところにまあ派生したのかなってところですよね。ここんなととはももう400年も経つと ほとんどの人に忘れられてると思いますしそもそも私たちが4月バカっていうねエイプリルフールを知ったっていうのは一体どこにあるんでしょうかね私はねドラえもんっていう漫画でスネオがのび太を騙すシーンで騙されて怒ったのび太がですねニヤニヤと近づいてくるスネオとジャイアンに今日はエイプリルフールだから嘘をついても怒っちゃダメだよって言われるのを見て小学生の頃ねあそんな日があるんだ嘘をついても 許される日なんだみたいなそんなジョークの一日だってことを、まあ、認識していますえそしてここからが講義なんですけども4月1日に自分なりにどんな解釈をもたらすかってことです自分の解釈です私はね1月1日に1年がスタートしてみんな気持ちを新たに稼いでいくぞとかね今年こそは結婚するぞみたいな目標を立てると思うんですよで1月1日に新年の目標を立てたのに 4月の1日ぐらいにはもうその目標すっかり忘れている。で、その目標に反した毎日を送ってるってことで、あ、1月1日に立てた目標なんて嘘っぱちみたいになっちゃってるなってことでね、自分の1年の決意を振り返る、そのぐらいの時期にちょうど4月1日が来ることが、なかなか、うん、意味があるのかなと思いましたね。どうですかね、今年どんな目標立てられましたそもそも目標立てないんじゃないですか 立てたかもしれないけども忘れるぐらいどうでもいい目標だったんじゃないですかねそうなってくると4月1日をね今からでもいいんでじゃあ修正して新たなる目標を立てていこうっていうふうに4月1日に1年のスタートというふうに自分で区切りをつけてもいいんじゃないかなと思いますねまあ世の中では4月から新年度ってことで、うん、の事業とか 授業っていうのは、ね、仕事のことですけども事業とか学校の学業とかっていうのがね4月にスタートと設定される日も多いですし決算を3月末に置いているところも多いんで、うん、改めてねここで1年がスタートするという思いで、ね、年末12月31日までの8ヶ月をちょっと計画してもいいんじゃないかなと思いますけどもどのようにお感じになったでしょうかそれでは。